令和の虎、オールオアナッシング第2期レイトラビジネスアカデミー受講生募集中、詳しくは概要欄から。株元独絶セレクション、今度やってみないと、どこまで売り上げ上がるか分かんないんで、いやもう事業ってそうなんですよ、やってみないと分かんないことしかないんですそうそうなんですけど、そんな大きいことみたいに言わなくてもだからまあ売り上げが何年後か分かんないですけど、1000万3000万とか5000万とか1億とか上がるかもしれないですし、はい、その時はきっちりリターン返せるかなと思ってそれ全部そうなんですよ、上がるかもしれないですよ、そうなんですけどそうなんですけど、はい、そのいけると思う根拠なんですか？根拠、多分足りないのは競合の調査なんですよ、はい、そのパッと見ていけると思ったとかって言ってますけど、はい、実際中入って彼らがどういうふうにやってるのかっていうのを多分知らないじゃないですか。で、例えばダイエットだったら食事管理みたいな感じで毎日撮った写真を送ったりとか、そういう管理も含めて接触回数が多いから月額のリモートで の課金も成り立ってるような気がしてるんですね。でも筋トレでじゃあメニューだけ送って1ヶ月に例えばこう何回かそれを送るだけですっていうコミュニケーションで果たして1万円の価値があるのかとかっていうのって、多分競合に入って競合だったり、まあ、ダイエットのところに入ったりとかして自分だったらこうするのになっていうのが分かって初めてサービスって作っていけるものであって、自分がなんとなくいけると思います、だから300万突っ込みますっていうのはあまりに経営者として稚拙すぎる考えだと思うんですよ、うん、投資を受けるって時はやっぱさすがに自分である程度仮説を立ててやんなきゃいけないって、多分前回出られた時も私お伝えしてると思うんですけど、やってみなきゃ分かんないっていうのは誰でも言えることだし、みんなそうなんですよ。そこを自分なりに他の人に調べるからある程度根拠が出せるっていうのが多分投資をする側される側のスタンスなんじゃないかなっていうのは僕は思います。加納社長ももしか聞いたら出すかもしれないですねいや本当は出したかったんだっつって絶対出しませんわそういう方に口説かれたりとか、なんかそういうお店でっていうのはないんですか？めっちゃチンチン触られますこういうビジネスモデルは、まあ、本音で言うとなんかぶっちゃけ誰でも考えつくんですよ。要は商材をここに登録して売ってきてみたいな、広告の人はいくらでも集まるんですけど、実際営業マンがどういうモチベーションでこれを売るのかっていうところの設計が甘いなと思ってます。なるほど。で、まあ多分理想論で理屈だけ言うと、世の中にいるフリーランスがこの商材を担いでいろんなところ売ってきてくれるよねっていう考えだと思うんですけど、実際そんな甘くなくて、そういうところに売ってもらおうとする広告主っていうのが、提供する商材っていうのは大体例えばうさんくさいサプリだったりとか、なんかこうなんだろうな、脱毛クリームみたいな、なんかこう本当に効くかどうか分かんない詐欺系の商材だったりとかっていうのが多分乱立してこういうサイトに載るんですよ。でそれを営業マンが売るわけがないですよ。営業マンも売るんだったらいい商材を売りたいんで。でもっと言うと、営業力がある営業マンっていうのはこういうサイトで要は自分の商材すら探せない営業マンなわけがなくて、いい営業マンほど自分で案件ごと直で持ってきて自分で売るんですよ。だからここに案件とか商材を探しに来る営業マンっていうのはそもそも営業力がない営業マンで、で営業力がない営業マンが商品力の悪い商材を担いで、で結果売上があんま立たないっていう、そのなんか負のなんかスパイラルがこのサイトで起きるっていうのが、まあ結構要因想像できるなって僕は思ってるんですね。つまりこれは必要がないっていうことですよね。まあいろんな会社の営業の売上見たら分かるけど、ざっくり言うと会社の売上の8割っていうのは上位2割が作るんですよ。だからできる営業以外はできない営業なんですよ。だからできない営業を集めても1円の価値にもならないことが多いんですね。できない営業を集めるシステムを作ろうとしてるから、それは勝ちないよってことです。今回大堀くんから反論もらったことで、あ、なるほどって思ったことは一個もないんですよ。まあそれも分かった上で指摘してるんでね。だから論破されたら負けなゲームじゃなくて、リスクをいかに許容した状態で一緒に進むかっていうゲームなんで、そこはもうビジネスで絶対完璧なものはないんで、そこをなんかこうリスク一緒に歩むんですけども、それでも良ければっていうのが多分この投資される側のスタンスで正しいんじゃないかなと思います。質問いいですか、はい、これプレゼン何分ぐらい続きます？止められたら。本当ですか？はい、あ、質問とかあったら持ってきて、いつまで続くのかなって思っちゃうんで、はいはい、気持ちよく話されてるところ申し訳ないんですけど、あ、いいえ、とんでもないです。一応
多分プレゼン喋りは流暢なんですけど、はい、終わりがいつか見えないプレゼンって聞くの地獄なんですよ。ああ、わかりました、はいはい、要は今って友達の留学生を紹介してるだけなんですよね。でそれをなんかこう、はい、イベントとか、はい、SNS とかちょっとかっこよく見せて資料を厚くしてるんですけど、人材紹介の本質はまあ人を左から右に流すだけなんで、はい、それをこんなにブランディングしなくても、まあ、我々分かっちゃうんで、はい、そこの本質で原価がいくらでどうやって仕入れてるのかっていうのだけシンプルに伝えてくれればビジネスはもう分かっちゃうんですよね、はい、だからそれがなんかこうなんだろう、プレゼンをうまくやればやるほど逆に薄っぺらく見えちゃうので、はい、もったいないなと思いますね、はい、3足のわらじっていうのもありますけど、今24ですよね、はい、もう大学卒業普通はしてますよね、はい、だから無理やりその3足のわらじっていうなんか肩書きが欲しいだけなんじゃないかっていう、またそこもちょっと薄っぺらさを感じるんですけど、はい、そこは実際どうですか。紛糾の世界なんだよね、これ、はいはい、そうです。1分語るごとに何万円っていう原価がかかってるぐらいの感覚でお願いします。わかりました。僕の予想なんですけど、はい、まあ、ちゃんと見たわけじゃないんですけど、はい、まあ、性格というか今までのやり取りの感じを見てるとですね、こんだけ1000人のリストいるんだったらとにかく営業して売りまくってくればいいのに、売りまくってくることができないからその営業っていうところから逃げて途中のところでブランディングをしようとしたりとか、遠回りする方遠回りする方に多分お金を使ったりとか施策を打とうとしてるんですよ。だからもうこんな別にブランディングだなんだやんなくていいから、とにかく今持ってるリストを片っ端から泥臭く売ってくると、それで利益を出してから次の施策考えるっていうのが多分今一番必要なことだと僕は思ってます。トラガーのリスクは何ですか、はい、トラガーのリスク、はい、だって200万も出さなくていいんですよね、はい、あと何を我々は何すればいいんですか。名前勝ちじゃないですか。あ、名義勝ちってことですか。そんなような感じなんですけど、あの取引を今後行うときに虎の会社、虎の方の会社名で行うと思うんですけど、そのあれですかね、私がもし失敗した場合の傷がつくというか、はい、でも別に、はい、ね、株式会社年収チャンネルとかって別に傷ついてもどうでもいい法人だったりとか、はい、俺も一緒に出したから。その費用がなんですか、コンサル代とスタッフ代と諸々、はい、自分でやればいいんじゃないですか。いや、なんかあのちょっと僕が言うのも素人ですごいあの気に障っちゃったら申し訳ないんですけど、単純に思ったこととしては、お笑い芸人で、まあ、そもそも実力つけないとその派生したものは多分全部うまくいかないと思うんですよ、基本的には。で、まあ、今回この動画に出ることで、まあ、おそらく最低でもまあ2万再生ぐらい、下手したら10万再生とかっていくこの YouTube じゃないですか。そこで漫才を披露するっていう風になったのに、漫才でまあ噛んじゃってたりとか、そのちょっと棒読み感が強かったりとか、まあ、テンポもなんか若干練習不足感が見てて否めないなって思ったんですね。だからその言うならばここって10万人に見られる漫才であるのにそこの準備ができない、だから本業に対してのこの準備不足みたいなのってすごくこう他のことも多分同じように準備不足でうまくいかないんじゃないかなって思っちゃったので、あらっていうわけじゃないんですけど、うん、なんかこれはもうあのロジックも何もないんですけど、はい、その高校生の働ける場を作りたいみたいなのってあんまりこうお客さんのオーダーファーストじゃないので、うん、高校生である必要はないかもしれない、はい、って中で高校生のっていうのはちょっとその経営側のエゴな気がしてるので、そこからビジネス作るっていうのはなんかあのしっくりきてないっていうのが、うん、あらじゃないんですけど、はい、でも一番大事な認知させるっていうところに関して言うと、今何も行動してないし今後も行動する予定が入ってないんですね。じゃあどうやって認知するかって言ったら、オンドメディアを作るとかメディアを作るじゃないんですよ。 SNS で拡散するとか自分でビラ配るとか、とにかくそこは泥臭くやらなきゃいけないんですけど、そこを避けて商売多分できないと思うんで、多分お金使うんだったらそのデザインとかじゃなくて多分認知のところなんですよね。それも広告とかじゃなくて、どうやったらいろんな人に認知されるかっていうのを頭を使ってなるべくお金をかけずにいろんな人に認知してもらうっていう、そこにまああのそこをずれちゃうと多分商売そもそも成立しないかなと思っちゃうので、まあ、今桑田さんのお話の通りで、まあ、何を作るっていうところもそもそも決まってないようであれば、多分3つのうちの2つが課題ってなるとちょっと今の段階では厳しいのかなと思いました。
基本的に需要を考えずに自分のエゴを全部至るところで出しちゃってるような感じを見受けられるというか、うん、そもそも固定種を食べたいっていう人がどれだけいるのかっていうのより固定種っていう素敵なものを広めたい、でも食うが別に一緒だけどねみたいな、なんかそんな感じに捉えられちゃうんですよね。なのでなんか基本的にお客さん目線でやらないとあんまうまくいかないかなと思うんで、エゴは捨てきるっていう方で、まあエゴ捨てきって最後になんか自分のこだわり出すぐらいの方が多分バランス取れるんじゃないかなと思いますけどね。